久保さん、金字塔ですね <laughs>。まあそれは僕がやってるじゃ僕がやってるんですけどね。まあ、でもねあの、はっきり言って、まあ、それができる人はほぼいないですね。うん。だって僕、塾長でも、あの、120万を売るの結構難しいので、まあ、一応ね、あの、アフィリエイト報酬はつけてますけども、まあ、さすがにね、あの、売りづらいと思います。僕も売りづらいんで。<laughs> だからね、まあ、まあ、それはね、まあ、確かに、 えー、方法はあるんだけども、まあ、初心者じゃ売れないですね。まあ、100%売れないですね。だ僕、プロ17年やってますけど、ね、ウェブ上だけで。まあ、だから、これがリアルにするとかだったら話別ですよ。だから、そのリアルのね、その集客をして、じゃドリームアカデミアはどういうとこなのか、じゃ対面でお話ししますよ、つって、まあ、これ、これ、こうで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 、で、僕から入ると、こうで、こうでって言って、対面でセールスしたらそれはわかんないですけど、僕と同じように、ウェブ上だけで、 電話クロージングもない、ズーム面談もない、スカイプ面談もない、直接会わずウェブだけで売るっていうのは非常に難しいです。だから逆を言うと、ネットで集客をして対面で持ってってそういう,ふうにやれば売れないことはないですね。うん。だからもうね、これはね、結構ね、あの、難しいです。うん、ウェブだけ完結で100万以上の商品売るっていうのは。まあ、僕もやってみて思ったんですけど、 やっぱまあ、僕は種まきしてたんで売れましたけど、今回。種まきしてなかったら、まあ無理なんで。多分無理で、だからデータが出てますからね。もう、あの、アドバンス生の人がほとんどですから。うん、一般の人が一人か。おたやせで、ね、入学願書提出していただいたの。だから僕アドバンスコースやってなかったら、つあの、ゼロってことですよね、結論。だから。うん。でもその人、その一般の一人は僕断ったんで。なんからもう、 まあ、売ろうと思えば売れたんですけど、断りました。で、なんで断ったかっていうと、もう前回も前々回も同じようなワンツードアを送ったんですけど、もう、まあ、一点集中してくださいよと。まあ、その人の状況も僕は知ってるんで、まあ、一点集中してくださいっつって、これもか、うん、まあ、言って、言ったんですけど、また買ってっていう。で、三度目の正直なんで、うん、もう破産するよっていう。まあ、買う気質はあるんですよね。もう全然買うんですよ。だけど、破産する、破産するよって話で。 断りましたね、まあ一点集中してくださいっていう。そうだからね、あの、タイトル同士はかな、売りません。い <laughs> ってらっしゃい <laughs>。